組み合わせが強烈すぎる。赤い属二体で鉄血の化け物ガンダムと戦います。疑似体だけは避けないと。味方から離れすぎない程度に飛びます。マクギリスが少し詰めてきました。怖い。壁際に押し込められているあたりもはや小動物の域である。ここでのオバヒは握手でした。マクギリス、こちらを見ないで。とりあえずズボック許されたので逃げます。名人に対して火種が多すぎる。特殊のリロードが間に合っていませんでした。なんとか乱戦は回避できたので距離を置きます。事故当たりしないかな。しませんね。相手2体も仲良く行動してくるのがいやらしい。名人ここで気合のサマーソルトでバエルを迎撃。サブが当たってたので蹴ります。ああ、名人、大丈夫ですか名人。安定の弾切れと、ちょっと落ち着いてほしいよ。コインスレイブがヒットしたようです。結果的にダメージは格安。いつの間にかバエルを返り討ち。名人がちょっと頼もしい。キマールの視線が名人に向かっているので戦車をプレゼント。甘いっすよ。むずー。覚醒落ちはギリギリ回避できました。ありがたいですよね。名人が敵陣ど真ん中に落ちてきたので合流しに行きます。際どいところで赤ロック入ったので戦車にキャンセル。そのまま当たって勝てました。名人の迎撃能力がちょっと羨ましい。修正されてもライトニングは一定の人気がありますね。その豊富な武装、私にも分けてください。早速激しく殴り合うライトニング2人。マリーダさんの顔を見に行きます。後方待機しているマリーダさんが気になりますね。ちょっと不穏。マリーダさんが出てきました。デストロ行ってくる予感。バンシーパンチを見届けたので逃げます。ちょっと角度が悪かった。元に戻ったマリーダさんが後方に戻ります。当たるとは思わなかった。マリーダさんを拠点に置きながら CS ぶっ放すライトニング。 CS を持っていないのなら多少は安心して突っ込めるというものです。さあ、敵陣ど真ん中すぎる。落ちるのは目に見えているので戦車であがきます。覚醒ゲージがビンビンです。もったいない。この思い、熱くぶつけたい。マリーダさんが落ちました。ここでマリーダさん怒りの覚醒技ぶっ放。味方の隠し CS がヒットして勝ちました。人物が先ほどと同じという案件。味方は再びライトニングです。とりあえずクシャはダメ元でも追います。
戦が集中しすぎている。序盤ではない。アシストで132ダメージ、優秀すぎませんかね。マリーダさん、やめてください。マリーダさん、こんなの間違ってます。クラエクワトロ、何が今時期のモビルスーツだ。ここで味方がシューティングバーストです。そろそろ援護に向かいます。マリーダさん怒りのリンケージバースト。やだ、あのピーマン硬い。むふ、揃いも揃って覚醒祭りです。先ほどは半角履けなかったので今回はちゃんと使いたい。サブ振り向きからの射撃ステップメイン、赤ロックギリギリでしたのでなんとか誘導が働きました。マリーダさん、覚悟してください。わあ、相打ちでした。これはこれで味方が元気なので少し下がることにします。サングラスが近づいてきました。今度は早めに誘導を切って回避します。はは、ダマファミリー、やめろ、やめて。ちゃんとダウン取ったのに211ダメージほど取られてしまいました。悲しい。客引きがミリですね。復活こそあればあちらを狙った方が良さそうです。この復活演出結構好きです。まだ味方が元気なので若干下がります。マリーダさんが撮影をこちらに向けてきました。ここはもはや危険な場所です。行くぞ客引き。前角を差し込んでフィニッシュです。リンケージ絡みで相手が何回入ってくるかが読めません。何か言ってはないものか。